県庁の星は、かつら望む実の小説、小学館より発刊。2005年に漫画化、そして2006年に映画化されている。2005年9月20日に初版が発行される。2006年に映画化に至り、ベストセラーとなる。Y 県庁の産業振興課に勤める県庁の星の野,野村里氏は、Y 県職員人事交流研修で民間のスーパーに派遣される。そこで、 パートタイマーの教育係、二宮康子と出会う。そのスーパーでは、役人の常識は全く使えず、野村はお荷物とされてしまう。そして、野村は、食物調理に回される。そこでの不衛生で法外な行為を指摘すると、野村率いる、適正素材を使い高級弁当を作るチームと、現状維持の弁当を作るチームとして分かれることになる。 しかし、高級弁当はほとんど売れない。野村は努力し続けるが、交際相手の愛ちゃんに300万円を詐欺されるなど、不幸が続く。そんな野村を救ってくれたのが二宮だった。二宮の誘いで、王子のデパ地下でマーケティング調査をすると、データでは知れなかった女の性質に気づかされ、そこから野村は自分が気づかなかったことを次々と気づき、改善し、 野村率いる A チームの弁当売り上げが最終的に B チームに勝利して研修を終える。ポルカ屋上に展示されている満天堂のセット満天堂浜町店天満屋、ハッピータウン高橋店経験庁香川県庁舎、野村が二宮と市場調査をしたデパート高松天満屋野村と二宮が待ち合わせをした駅前河原町駅特別。 養護老人施設建設予定地病部が浦2006年2月25日に東方形で公開された工業収入20.8億円劇中に出てくる立ち入り検査結果通知書に記載の電話番号の市外局番0870から察するに経験とは香川県である可能性が高い庁舎として登場するビルは香川県庁の本館であり 高松市や高橋市など同地、林県がロケ地として多く登場する。また、茨城県庁や調子市など関東でのロケもある。映画では、原作とは若干異なったストーリーが構成されている。主人公は、経験庁のキャリアであるプライドが高いの村里氏そして高校を中退したスーパー、満天堂のパート店員の二宮秋。ある日、 野村が県のプロジェクトである民間企業との人事交流研修のメンバーとして研修先である満天堂を訪れる。満天堂は消防署、保健所から何度も注意を受け営業を差し止め寸前だった。その満天堂には客にもまばらでやる気のない店員たちと自分より年下の教育係二宮秋がいた。それでも 出世のためと生き込む野村だが、そこでは役人の常識は全く通用せず、野村は邪魔者扱いされる。野村は惣菜部門に回される。そこでの不衛生で法外な行為を指摘すると、野村率いる適正素材を使い高級弁当を作る A チームと現状維持の B チームとして分かれることにより野村の責任追求を回避することにより野村の納得を得る。 しかし、A チームの弁当はほとんど売れず、チーム内からも反発される。野村は努力し続けるが、自ら関わっていたプロジェクトから知らぬ間に外され、フィアンセの建設会社社長令嬢からも婚約破棄を言い渡され、散々な目に遭い、酔いつぶれてしまう。そんな野村を救ってくれたのが二宮だった。デート、付き合ってみる気ないその言葉で連れて行かれたデパ地下で、 マーケティング調査をするとデータでは知れなかった女の性質に気づかされ、そこから野村は自分が気づかなかったことに次々と気づき、満天堂の経営を改善。最高の形で研修を終える。県庁に戻った野村は自らの希望で生活福祉課に移動し、自身の出世より県民の生活を重視した提案をするようになる。また、営業差し止めの危機に立った。 満天堂は、野村と二宮が作成したマニュアルのおかげで窮地を乗り切る。ビッグコミックスペリオールにて2005年23号より2007年6号まで連載された。コミックス全4巻。作画は、今谷にて中。二宮は、バツイチのシングルマザーで、野村との年齢差もより小さいという設定。また、1.2巻にて、原作に相当するストーリーが終了した後も、 第2部として漫画版のオリジナルストーリーが掲載された。第2部は野村が今度は赤字続きの第3セクターのレジャー施設、ワイワイランドに経営再建のために派遣されるというものである。ありがとうございます。